俊介の洗い方です。本体の上から水で洗い流してください。本体裏面は防水ではありませんので水をかけないでください。洗い流した後は表面の水分を拭き取ってください。水をためたシンクに沈めてのお手入れは絶対に行わないでください。固定ピン、ピーラー、アーム、バネなど部品の清掃は1日1回以上必ず行ってください。部品の取り外し方です。取り外しは取り付けと逆の手順で行います。いかがでしたか？皆さんもこの動画を参考に効率的に皮を剥きましょう。